桃田隆史君。皆さんこんにちは。同志会の桃田隆史でございます。福島市営になりまして初めての質問でございます。大変緊張しております。どうか最後までよろしくお願いいたします。通告に従いまして4つの項目について質問いたしたいと思います。第一項目の地場産業の育成についてでありますが、昨年9月アメリカのリーマンショック以来1年経過した今日、日本経済は未曾有の不況を呈しており、今週も例外ではなく非常に厳しい状況にあります。11月16日 GDP が 4.8% になったとのことでありましたが、現在デフレ傾向にあり不況感がますます増すのではないかと心配をいたしております。そのような中、一次補正において 2.9 兆円の歳出削減、二次補正において 2.7 兆円の財政出動が報道され、その中で公共工事に対する二次補正を行わないとのことで本質に対する影響が懸念されるところであります。それに追い打ちをかけるように11月17日港港湾整備事業費 10% 削減が報道され、 5.5 万トン岸壁の早期完成を目指している本質にとっては痛手となることは間違いありません。そのような経済環境悪化の中で本質の地場産業の育成という観点から、平成20年度から融資に対して利子を補給する八千代産業元気アップ事業を実施し、中小企業者に対しては従前からの支援策として市の融資制度では融資の原資を提供し、低利の融資を行うための資金予託、また小口資金融資制度、経営安定特別融資制度など当該融資制度利用者に対する信用保証料の補給、また産学連携支援補助金、中小企業技術者研修助成制度などがあり、地元中小企業の経営環境を支援するという観点から資金の助成がなされております。そこでこれらの制度の現状についてお尋ねします。まず市は各種融資制度で支援しておりますが、状況はどのようになっているのかお尋ねします。次に融資件数の増加に対しての市の認識であります。さらに返済不能があると思いますが、小口資金貸付の損失などはどのようになっているか、併せて商工観光部長にお尋ねします。第2項目でございますがすいません高田工区の道路整備についてであります。地域の発展を考えたとき、社会支援の整備を進めることがいかに大事であるか誰もが認めるところであります。本市は以前から北高南低と言われ、熊川以南に住む者にとっては長年本市の均衡ある発展を願ってきたはずであります。しかしそうであってもなかなか南部の整備が進まないことから、どうにかこの状況を打開できないものかと思い、本議員は改選前の3月議会において高田工区における都市計画道路の必要性について質問をしたのでありますが、それは高田工区のまちづくりという将来を見せたものであり、南部の発展を促すという意味においても必要不可欠だと考えたからであります。しかし当時の増田建設部長は都市計画道路の説明はされたものの、財政的な理由等でできないとのことであり、非常に残念に思ったものであります。しかし社会資本の整備及びまちづくりは行政が主体性を持って進めるべきであると考えます。社会資本の整備の遅れから9月議会において市道渡し町平山新町線の浅井の交通渋滞が指摘され、その前後策について質問があっておりましたが、それは取りも直さず道路整備が遅れていることの証左でもあります。このことについて建設部長は市道工業松原線との交差点にある鶴薬局の前を住み切りすることにより緩和されるとの答弁でありましたが、それは部分的なものであり、工区全体からすると町づくりという観点から
もう一方踏み込んで市道渡し町平山新町店と国道3号を東西に結ぶアクセス道路を建設することが町づくりに資することになるとなるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。また市道渡し町平山新町店が現在道路改良されておりますが、通学道路でもありますが、今後の予定はどうなっているのか、合わせて建設部長にお尋ねします。第3項目目でございますが、江前川の大雨対策についてであります。最近は地球的規模において異常気象が発生し、このことは私たちの周りも見られ、脅威を感じるものであります。環境破壊は地球温暖化によりさらに進むものと思われ、いついかなるとき不測の事態が発生するかわからないし、私たちの周囲においても現実のものになろうとしています。問題となっている箇所は平山新町町内に流れておる江前川であります。最近大雨による被害が顕著に現れ、地域住民も犠牲を強いられているところであります。江前川についてはご存知のない方もおられると思いますので説明しますが、この川は麦わら下町を起点とし、市川町の流祖川に流れ、八代海に至る普通河川であり、平山新町の住宅地や農用地を南北に貫く幹線排水路であり、そのうち約300メートルにわたって河川の両側に集落を形成しており、工事には河川東側の山間部や宅地から、また周囲の農用地から鉄筋コンクリート散歩張りでできている江前川に大量に雨水が流れ込み、その結果河川の両側にある道路が冠水し、民家へ浸水を繰り返しているような状況であります。このような被害から守るために市としてはどのように取り組まれる予定なのか、建設部長にお尋ねします。第4項目目でございますが、県道二見田の浦線の早期着工についてであります。この県道二見田の浦線について平成18年6月期間において質問をしたものでありますが、3年を経過した今日、二見須口町側から未着工であることから再度質問をいたす次第でございます。この路線は現在芦北町下三田地区から工事が進められ、肥薩オレンジ鉄道に沿って八代海に進められており、着実に二見須口町に向かっております。県芦北地域振興区につきましたところ、八代市二見須口町と芦北町伊丹の境界である、いわゆる伊丹地区の向野まで残すところ1.2キロメートルであるとのことであります。前にも述べましたように、この路線の特徴としては、幅員が狭く、しかも踏切が7箇所もあることから、普通車以上の往来ができないこともあって、救急医療と消防活動において支障を期待していることから、工事が進められたものであります。芦北町の旗と下井田、上井田の3集落は現在、140世帯約350人が暮らしておられますが、高齢化が進む中、高齢化率が高く、約 49% と、ほぼ半数が65歳以上のお年寄りであります。また、この道路は旧田野浦町役場前の国道3号から下三田地区まで約 7.5 キロメートルは、平成10年度制で完成しております。救急医療にしても、消防活動にしても、一刻一秒競うことであり、しかも救急医療については、比較的大きな病院、八代市内を希望される人が多く、旧田野浦町役場前の国道3号に入って、迂回して八代市内に行くまでにはかなりの時間がかかり、重大な結果になることも考えられます。そして、そのような状況の中で、万が一通行できないときは、お手上げの状態となります。昔から、この伊丹地区と二見地区との間は、人や物の往来が頻繁であり、現在に至っております。また、将来的にも広域化することにより、その領土は増すものと思われ、二見須口町からの早期着工をお願いするものであります。芦北町側からは、粛々と工事が進んでも、八津市側から工事が着工されないことには意味がないと考えます。そのようなことから、今まで3年間経過したものでありますが、県との話し合い、要望はどのようになっているのか、また、
今後の見通しはどのようになっているのか、建設部長にお尋ねします。なお再質問は再質問式から行いますので、よろしくお願いします。中間建設部長、商工観光部長、皆様こんにちは。議員ご質問の1項目目、地場産業の商工業の育成についてお答えをいたします。まず各種融資制度の利用状況でございますが、本市では小口資金融資や中小企業経営安定特別融資など7種の融資制度を設け、市内の中小企業の皆様の資金需要にお答えしているところでございます。融資制度全体での利用件数につきましては、平成18年度が236件、平成19年度が239件、平成20年度が245件と増加傾向にあるところでございます。また本市では中小企業の皆様が融資を受けられる際の支援として、信用保証料の補給を行っているところでございます。この保証料補給金につきましては、平成18年度が233件1674万円、平成19年度が243件2261万円でございますが、平成20年度におきましては、昨年末に国が実施いたしました緊急保証制度により利用件数が550件、補給金額が1億4677万円と、利用件数が2倍強、補給金は約7倍と著しく増加しているところでございます。次に融資件数の増加に対する市の認識についてでお答えいたします。地方におきましても商工業を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあると認識しているところでございます。また融資件数は増加傾向にあり、中小企業の皆様は資金繰りに大変苦慮されており、数字の上からでも経営が厳しいものであると認識をしているところでございます。次に小口貸付金の損失など返済不能の取り扱いについてお答えをいたします。大弁済の件数金額につきましては、平成18年度が5件263万円、平成19年度が12件1006万円、平成20年度が11件930万円と、経済情勢が悪化する前に比べ高止まりしている状況でございます。小口資金融資の損失保証につきましては、熊本県信用保証協会と契約を締結し、その契約内容に基づき各機関がリスクを負担しているところでございます。本支分の負担割合につきましては、平成19年10月1日以前は 20%、 平成20年3月31日までは 16% でございましたが、先ほどお答えしましたように、近年弁済高が高止まりの状況にあることから、市の負担を軽減するため保証協会との協議を重ねた結果、平成20年4月1日以降は 8% となっているところでございます。以上お答えといたします。
はい、桃田隆史君、はい、ありがとうございました。まあ、答弁にありましたように、この数字がですね、現在の状況を全てを、まあ、表していると思います。そういうことで、まあ、これからもですね、こういう状況が続くというふうに思われますので、まあ、中小企業の皆さん方に対してはですね、きめ細やかなご指導を一つよろしくお願いを申し上げておきます。はい、桃田隆史君、再質問でございますが、12月1日付の新聞によりますと、経済産業大臣より国が債務を全額保証する緊急保証枠の利用期限を1年間延長し、原則として全業種を対象にするなど制度の延長拡充が表明されました。予算についても30兆円から1兆円の上積みをする意向との報道がなされております。国としても現在の経済状況は中小企業に大変厳しいものであるとの認識を示していることの表れであると考えられます。そこで本市の中小企業に対する融資制度について来年度はどのような方針で臨まれるのか、市長のお考えをお聞きしたいと思います。市長よろしくお願いします。市長福島和俊君、はい、来年度どうなるのかという、ご質問でございますが、熊本県信用保証協会によりますと、本市が実施しております中小企業融資に対する支援につきましては、ただいま担当部長が報告しましたとおり、保証料の、補給や利子補給など県内では例がないほど充実していると聞いております。来年度につきましては、国により現在の緊急保証制度の延長や対象業種の拡大などが表明されており、その動向を見極めながら検討していきたいと考えております。以上です。桃田隆史君、はい、はい、ありがとうございました。現在その国の方針としてといいますか、内閣は7兆円から8兆円の二次補正をするようなことでございますけれども、まあそういうことで大変こう厳しい状況の認識の表れと思います。で、本市においてもまあしかりでございますけれども、これは市長がですね、先頭に立ってきめ細やかなご指導をしていただきますようにお願いを申し上げておきまして、この項を終わりたいと思います。次お願いします。松岡建設部長、こんにちは。議員ご質問の2点目、高田工区の道路整備についてお答えいたします。まず1点目、市道渡し町平山新町線と国道3号のアクセス道路整備でありますが、高田地域は国道3号から萩原方面に通じる市道渡し町平山新町線とそれらの道路を東西に八代工業高校付近から鶴薬局方面を結ぶ市道工業松原線が主要な幹線道路であります。地域はこれらの幹線道路の沿線に住宅や店舗が立ち並び、中心部は農業振興地域でドーナツ状の土地利用となっております。交通の状況としましては、朝夕の通勤通学時間帯に交差点で多少混雑があるものの、おおむね交通処理はできていると認識しております。議員お話の新設道路の建設ルートは農業振興地域であり、また用地提供や家屋移転保証、地元の協力体制などさまざまな問題があると考えられます。従いまして、バイパス的な新設道路の建設は困難と思われます。次に2点目、市道
私町平山新町線道路改良工事の進捗状況でありますが、現在歩行者や自転車の安全確保と交通の円滑化を図るため、高田小学校付近から高田駅付近まで延長約2000メートルにおいて、既存歩道のバリアフリー化を平成16年度より継続して実施中であり、今年度で完了する予定でございます。また高田記念碑側の延長約130メートルの歩道未設置区間につきましては、地元からの要望もあっていることから、家屋の移転保証や道路構造など厳しい課題もありますが、今年度に歩道設置の立案に向けた測量及び調査に入る予定でございます。以上お答えといたします。桃田隆君、はい、ありがとうございました。ただいまの答弁場を聞いておりますと、難しい言葉狩りが横たわっているような感じがしてなりません。しかし、まちづくりという観点から考えますと、道路なくして地域の発展はないというのが私たちの考えでございます。従いまして、その横たわっている難問題を一つ一つですね、これからじっくりクリアしていっていただいて、高田国の総合的な発展を必要に一つよろしくお願いを申し上げておきます。それともう一つは、今市道私町平山新町線でございますが、記念碑の前から約130メートル未整備状況になっております。でこれは要望を受けて、されるようなことでございますが、とにかくここは危険な場所でもあると私は認識しております。従いまして、交通子どもさんたちがですね、しょっちゅう通ってもおられますし、ぜひこの事故がないうちにこれを完成させていただきますように一つよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。じゃあ次お願いします。以上、松岡建設部長。ご質問の3点目、江前川の大雨対策についてお答えいたします。通称江前川は二級河川竜宗川に合流する上町からは農業排水路として護岸整備を行っており、平山新町から上流については都市下水路として三方張りの整備を行い、平成6年度に改修工事が完了しております。お尋ねの平山新町地区の国道3号より下流350メーター区間は、両側の護岸が市道として利用されております。江前川の左岸側である市道平山新町5号線は、排水路整備後、道路改良工事において護岸のかさ上げがあっており、同じく右岸側の市道平山新町6号線は、沿道の宅地化された箇所については、建築に伴う道路交代の折に護岸のかさ上げをされ、高くなっているものの、隣接する農地の区間については、従前のままの護岸高で低いままとなっております。周辺土地の宅地化、あるいは近年のゲリラ豪雨と呼ばれる短時間に降る大量の降雨などにより、この水路に雨水が集中し、護岸の低い箇所から越水し、道路や宅地が冠水しやすい状況でございます。このような状況を鑑み、道路や護岸のかさ上げ工事が必要であると認識しており、今後、現地の詳細な調査を行うこととしております。以上お答えといたします。
桃田隆君、はい、自治体もこの早くですね現地調査を行っていただきまして流域住民の安心を確保していただきたいと思います。特に、この大雨冠水時にですね通勤時間が重なった場合仕事にも行けないというような状況だと聞いております。そういうような生活に不便をきたしているというような場所でもありますので一つよろしくお願い申し上げております。はい、本本隆君、はい、再質問でございますが上流に向かって左側の部分で集落の間から農地が道路部分にはみ出しており冠水時は道路と農地の境界が分からず車両等が農地に脱輪するなど大変危険なものであることから市としてはどのように対応されるのか建設部長にお尋ねしたいと思います。松岡建設部長、はい、自席からお答えいたします。お尋ねの箇所江前川右岸の市道平山新町6号線については先ほど答弁いたしましたとおり宅地のある区間においては建築交代があっており幅員が4メートルほどでございますが農地の区間については幅員が従来のままであり急に道路幅員が狭くなるなど安全な通行に支障をきたしている状況でございます。そこで通行の安全対策として用地の提供など地権者のご理解が得られれば道路の拡幅改良を行いたいと考えておりますが難しい場合には用地提供のご理解が得られるまで当面の安全対策としまして道路の幅員が急に狭くなっている箇所につきましては早急に転落防止策設置などの対応を図りたいと考えております。以上お答えといたします。桃田隆君、ありがとうございました。特に夜などはですねその農地が道路よりか低いということもあって冠水時にはその強化がわからないということから車等がですね脱輪して動けないような状況になるということでございますので早急に地権者との話し合いを持っていただきまして、そしてまたそれができないときはですね防護策等を早くしていただきますようによろしく、お願いしていきたいと思います。で続いてお願いします。松岡建設部長、はい、ご質問の4点目県道二見田野浦線の早期着工についてお答えいたします。県道二見田野浦線は八代市二見須口町肥後二見駅前の国道3号を起点に海岸沿いを通り秋下町田野浦の国道3号に再び戻る延長約 11.5km の一般県道でございます。本路線の整備状況は昭和59年度より県の道路改良工事として始められ芦北管内につきましては鋭意施工中であり平成25年度までに完了すると聞いております。八代管内につきましては約 1.6km 中約 1km が未整備区間となっており普通車や緊急車両も通行できず軽自動車がやっと通れる状態でございます。未整備区間は急峻な山裾の前面になだらかな海岸線を有する区間と民家が近接している区間があり合わせて肥薩オレンジ鉄道が並行して通っております。そのため道路改良事業を実施する場合海岸部の越波高潮対策などの解消条件また鉄道近接工事の施工条件や道路拡幅に必要な用地取得など事業実施にあたっては多くの課題があると聞いておりこれらを解決するには地元の協力体制が必要であると認識しております。
議員お話のように八代管内の道路改良事業が進まない状況では整備効果が得られないと認識しており、本市としましても平成18年11月に当時の塩谷熊本県知事へ八代管内の早期着工を要望したところでございます。またその後も毎年本路線の改良事業を探検要望しているところでございます。県八代地域振興局におかれましては、今年9月の県議会で予算が認められ、今年度内に地元代表者及び地元への測量の立ち入りについて説明会を行った後に現地の測量と設計を実施すると聞いております。本市としましても本路線の改良事業が完成することにより近隣市町と産業、観光などの連携が図れ、地域の活性化に寄与する重要な路線であると認識しておりますので、今後は地元と協力しながら早期事業着手に向けた要望を県に行ってまいりたいと考えております。以上お答えといたします。桃田隆君、はい。私たちの長年の悲願であった県道二見田の路線が福島市営になりましてですね、このように早く着工の着工で予算がついたということは大変私たち、二見地区もそうですが伊牟田地区の皆さんも喜んでおられます。でありますが、この路線の早期完成をですね、目指してこれから執行の皆さん方に努力をしていただきまして、平成25年度までは秋田川が完成する予定だというようなことでございますので、それに見合うようにですね、一つご努力をしていただければと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げておきます。これで私の質問を終わります。ありがとうございました。